はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断で実装されましたフルアーマードというギミックを採用した 12cc デッキを組んできたんでご紹介していきたいなというふうに思います。フルアーマードデッキ追加されたカードが魔法トラップが、一応2種類と、あとモンスターがエクシスモンスターがね、3種類いまして、これどういうテーマかっていうと、まあ、簡単に説明するとランク3ランク4のテーマを強化してくれる出張パーツ的なテーマになってまして、なんかこいつとかが、まあ、ランク3、4の上に重ねられるよとか、こいつがランク5、6の上に重ねられるよみたいな感じで、まあ、ポッポッポッポ上に重ねてい、 いけるんですね。でこれで、まあ展開していくみたいなテーマになってます。でダークライトモンスターが一応今回のエースモンスターで、まず打点が素材の数と装備カードの数かけて300ポイントアップしますよという効果と、あと1ターンに一度自分の持ちのエキシスカードを回収できるという効果、そして3番の効果が妨害になってまして、メインの自分のフィールドのモンスターに装備カードが装備されると相手のフィールドのモンスター1体を、吸収できる、素材にできるという効果になってます。はい、まあ、サイレントオナーズアークナイトとかね、あっち系の効果と似てますよね。ネフィルアサイラムヘッドライトとか、あの辺の効果と一緒で、こいつを結構その簡単に出せるんですよね。このエクシスアーマーフォートレスっていうモンスターを出せれば、これランク3、4の上に重ねられるんでめちゃくちゃ簡単なんですよ、召喚するのが。でこれどうやって、まあ、こいつを出していくかっていうと、ランク3、4を出せるテーマだったら何でもいいんで、はい、だから、まあ、今回は 12cc 使ってるんですけど、別にそのシャークデッキとか、なんかホープデッキとか、ほんと何でもいいです。何でもこいつが、まあ、一応出せれば、まあ、成立するパーツになってまして。で、このトラップカードをサーチすれば、相手のターンで、この、フルアーマルダークナイトランサーが爆弾するんで、妨害になってるよというところですね。で、今回は、相性がいいテーマいくつかあるんですけど、まずね、スピードレードベイクマックスがやっぱ採用できるテーマを、メインで考えてまして、で、まあ、何がいいかなっていろいろ考えたんですけど、ちょっとシャークデッキだと、なんか、レベル32体にもちろん、なることもあるんですけど、展開力がそこまでないのと、やっぱちょっと後手まくりがちょっと難しくて、その、もうちょいパワーが高いデッキに出張させちゃったんですよね。で、今回はちょっと12指示に出張させまして、スピードロイドベイゴマックスと、このクルアマドエクシーズを。やっぱその、12指示、結構やっぱ今、注目されてまして、テーマーとして、やっぱりマスターデール特有の、この、開局というカード3詰めできるというところと、あとやっぱアーゼウスが結構簡単に出しやすいんで、まあ、高校まくりもしやすいというところがあって、でしかもなんか G 受けとかもいいしね。なんで割と、まあ、そのエクシーズデッキの中では多分一番なんかパワー高いなって感じてるところがあるんですよ、今のところね。まあ、もうクシャトリアとかも強いと思うんですけど、まあ、12cc 非常に強いなと思っていて、でこの、まあ、ギミックにこれを刺すと、まあ、スピードのベイゴマックスがこのエクシスアーマートルピードになれるんで、トルピード成立すると 12cc 以外のところでフルアーマードができるんですよね。 12cc って基本的にそのドランシアとか未来利用にした方がやっぱ基本展開は強いんですよ。まあ、これはシャークデッキとかも同じような感じで、シャークはクラゲ したり未来利用したりするのが多分強いから、なんかそのわざわざこいつらを使う場面にはあんまならないとは思うんですけど、 12cc は12指示ギミック以外のところでここ出張するとこれがフルアーマードになれるし、あとその打点低いじゃないですか、12指示って全員だから、そのベスペネットとかでなんかそのキル速度上げたいとかすると思うんですけど、これねフルアーマードギミックを入れるとこいつがすごい打点になるんですよね。ギミック上だから6000とか簡単にいくんで、だからキル速度がめっちゃ速くなるんですよフルアーマード。なので今回はそれを評価して12指示にぶち込んでいきました。まあちょっとこれを採用できるテーマというかデッキだったら何でもいけますけどね、正直多分。はい、なんでちょっと皆さんもなんか思い思い の, あのデッキにちょっと出張させて、こいつら使ってあげてほしいなというふうに、はい、思います。早速ちょっとやっていきましょう。デュエルスタンバイ。なんかこの 12cc っていうデッキはなんかマスターデュエル特有って感じしますよね。 OCG だと多分ベイコマックスも開局もこんな3枚使っていいとかいうことはないと思うんで、このデッキなんかはもう明確にマスターデュエルが強いデッキって感じだよな。うん、いいとこっすよね。あ、相手なんもないっすね、これ。分からせるか。エクシーズアーマーフォートレスをエクシーズ召喚。エクシーズアーマーフォートレスの効果を発動。これちなみにスピードロイドベイグマックス入ってるデッキはマジで強いです、これ。これできるから。はい。しかもエクシーズ、弱いな、ドローが。ドローが弱いな。
ドロー弱すぎるだろ。ふざけんな。エクシーズアーマーフォートレスをエクシーズ召喚。さあこれエクシーズ召喚というか、まあインチキ召喚なんだけどね。これめっちゃ上重ねてるから、これめちゃくちゃ上重ねてる。てかレベル32体がレベル32体がさ、何ランク7になるのすごくない？これギミック的に結構すごいよね。でモルモラットを持っていきましょう。でモルモラット召喚で、モルモラットの効果、いやこれ開局が欲しかったっすね。開局あったらもうちょいなんかもう1体ぐらい妨害追加できた気がするけど、まあでもまあ言うてね、モルモラットは1体で一応未来竜王になれるんで、はい、問題ないといったところですね。で、ライカ効果、モルモラット外してラム蘇生で、これ特殊召喚したモンスターはこのターンエクシス召喚の素材になれないよっていう縛りが一応あるんですけども、まあドランシアちゃんでそのエクシス召喚にの素材になれない、このラムとかいうモンスターを爆発させますと。こうするとラムちゃん破壊された場合の効果で自分の墓地から、12獅子特殊召喚できるんですけど、こいつは別に効果無効になってないんで、これはエクシス召喚の素材になれます、こいつは。はい、でタイグリス出しまして、はい、で、あ、ちなみにこれニビル踏みます、このデッキめっちゃ、はい、なニビルを踏んだ場合はちょっと後ろの、ま、魔法罠とかで戦うしかないですけどね。未来竜王がその5回特殊が5回までに出ないデッキなんで残念ながらこれは一旦こうしといて、でライカの効果を起動します。あ、こちらライターで名称指定のターン位置がついておりませんので、一応ね何回でも使い回せますみたいな効果してまして、まあ、これラムかな、まあ、守備力2000の方が強いだろう多分。でこうしといて、まあちょっと本当はねこいつをこうなんかドランシアとかに変えるともう1妨害追加できるんですけど、まあちょっと残念ながら今回無理なんでこうするしかないかな。はい、まあでもこれで手札減ってないですからね、普通に強いですよね。でセット、まあこれでエンドですね。開局引けなかったのは痛いですが、まあウララとジーと未来竜王、それからエクシーズアーマーフォートレスからのランサーエクシーズがあるんで財宝が OK です。まあ一応ね盤面強いんで打っちゃってもいいかなっていう気がしてるんですけど、あ、マスターソン指名者か、なるほど、まあいいわ、オッケー、まず結局取んなかったわ、はい、オッケーです、いいでしょう。抹殺がありました。魔法トラップカード無効はちなみに用意できないので、十二獅子は拮抗勝負とかもちょっと重いですかね。はい、拮抗勝負とかあとニビルが結構重いデッキではあるかもしれない。黒魔女でやべですさ、はい、どうぞ、展開全部通しましょうか。未来竜王で、あー最悪すびき反逆マジで強いんだよな、すびき反逆マジで強いんですよね。いやこれが、まあ、ちょっとディアベルスターは反逆持ってこられちゃうんで、未来竜王の効果使うしかないんですけど、基本的にはこれすびきされるときついっすわ普通に。いやあとパクるしか効果ないっす。ちなみに妨害が、まあ一応裏側あるか。ディアベルスター OK です、ディアベルスター OK で、ポプルス、うぜえマジでこのデッキ、このデッキガチでうぜえガチでうぜえ、もう勘弁してくれ。全財宝か、いやーこれフランメルジュとかまで待つか、いやーこれ売っていい気がするけどな。これでもかがり火で一応貫通される、かがり火とかスネークアイエクセルとかで貫通されるパターン、ふざけんな、ふざけんなこいつ。いや指名、何このこいつの反動、指名者2枚財宝狩り反逆ポップルス、ふざけてやがんなこれマジで、ふざけてやがるぜふざけてやがるマジで。エクセル効果しゃあねえな、ちょっとパクるしかねえか、もうやめてくれ、もうさすがに、もうさすがにやめてくれ。これ多分ね、うららに破壊殴ってるってことは、多分手札1枚はエクセルじゃないんだよね絶対。
エクセルだったら多分ここ墓穴打たないでスルーするからさ、消化器使ってないから別にエクセル消化すればいいじゃん。ってことは多分これ1枚エクセルじゃないから、でポプルス OK で、これで特殊召喚されて、置かれます。でここで、フルアーマードエクシーズかまします。でフルアーマードエクシーズかまして、ダークナイトランサーに、アーマーエクシーズ装備するとダークナイトランサーの効果によってエクセルを吸収。いやこれで多分止まるはず、多分。うわー、ちょマジでやめろ。エクセル引いてきたら殺すぞ。エクセル引いてきたら殺すマジで殺す殺す。うわそれかよそっちか。いやスネークアイだと思うやん。ピュアリーかよ、やばいな。こっから何されんのこれ。いや負けたかもしんないいや手数多すぎんだよこいつら、ふざけやがってさ。だよこれ、何がスネークアイじゃん。反逆の財宝で未来竜を押し込まれたの痛すぎ。ゴーストリックデュラハン、なるほど、ゴーストリックムーブか。未来竜を逆に立てられるやつかこれ。いやーでもこれさすがにアーゼウスしてくるか、多分ゼウス流しのパターンだよな。あーゴーストリックの打点し、はい、ゴーストリックの打点し、あ未来竜王でもナイダークライトランスさ、突破りやもんね、打点的に。結構なんとかあんじゃねえか。サラブレードあるから次の回収のターン俺なんか超多素材アーゼウスは確定してんだけど、ゴーストリックの打点しでショット持ってきて、なるほど、ショットで蘇生して、あーバトルフェーズ、なるほど。ん？ゼウスってことか。なるほど。あ、オッケーオッケー。アーゼウス。あ、でもそれ2素材じゃん。あー、なるほど。まあ2素材で、2素材やったら全然いいよ。2素材だったら全然いいっす。はい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 。なるほど。はい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 。全然いい、全然いい。全然いい。アーゼウスがなんだ、きつい、全然きついからね、この一件、普通に。で、ピュアリマイフレンド。で、効果。オッケーっす。ピュアリーカード、あーんと召喚券使ってないのかこれまだ。ん？あれ使ったっけ、使ったか、あ使ってないっけ、あれちょっと覚えてね。ピュアリープリティメモリー、プリティメモリーデジタルメモリー、プリティメモリーか、オッケープリティメモリー手札切る、特殊召喚クロリリーか。まあ、でもデリシャスじゃなかったらマシだね。デリシャス、いやデリシャスあってもあれか、あいつはあいつにはなれねえか。いや、慣れるな。リープ持ってきてたから、あぶね。よかった。やっぱデリシャスの枚数減ってるのマジあっち。エピュアリービューティーね。オッケーオッケーオッケー。あ、全然いい、全然いい。オッケー。ビューティー一妨害でしょ、これ。いや、全然まくれる。全然大丈夫。任せろ。ドロー。あー、法要来たか。法要は、意味ないか。打つ意味ないな。あんまり。いや、6200。ランサーちょっとショられたの痛いけど、まあこれモンスター召喚するだけでこの盤面返せるデッキですからねめちゃくちゃ強いですよね。ワイルドボーを出しまして、一応ワイルドボーの攻撃したいですよと言って、でダイレクト通すかどうかだな。まあ通すんだったらアーゼウスの効果はどっちにしても通るし、まあ、トーサラインだったら、周囲で自爆特攻すればいいから、あんま関係ないですね。で、モンスターに攻撃かましに行きます。オッケー。これ、アーゼウス、盾だったら、無限法要を使って突破しに行くだけだから、あんま関係なかったね、これ。で、まあ、あとはもう死ぬほど重ねたろ。死ぬほど重ねたろ。インチキエクシーズ、2。で、インチキエクシーズ、あと待って、これ、タイグリスの効果とか使ったらなんかワンチャン大きいとかある？ライカとか、いやないか、どうせ流すもんな、どうせ流すかね。でインチキエクシーズ3で、インチキエクシーズ4インチキエクシーズしすぎ問題
で、インチキエクシーズ、GO。はい。で、エクシーズ召喚って何でしたっけエクシーズ召喚って何でしたっけはい。無限放映を伏せたいんで流して、まあ、どれでもいいか。でエクストラモーないですけどね、ちなみに僕枚数ないですけど、エクストラモー1枚しかないですけど、まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるか。 OK、 エンド。相手の地下ってのもリープだよな。あーは、でも現在法落ちてるのか。現在法落ちだりーな。いやでもピュアリーでき、うわー、ワンチャン作ってくるな相手。ワンチャン作ってくるね。まあ法要だね、法要だね。でピュアリー無効にするね。これで残ってんのがリープ残ってるのと、あと現在法残ってるから現在法で回収ムーブ入るか。メインイベント終了。あれあれ現在法ってなんかサーチするみたいな効果なかったっけ。じゃあまあいいや。あー弱い、トップが弱い。アタッカーだなこれ、スピードロイドベイガマックスはこのデッキではアタッカーとして有能という話なので1200打点としての、役割を持ってもらいましょう。さあこれで相手ピュアリーが多分もういなくなってるんで、もうピュアリー戻さないと。ピュアリー、ピュアリーフで多分速攻魔法引いても多分何も出せないような状況になってるんじゃないかなと思いますけども。あ、まあ、黒ピュアリーはいるか。いけるぞ、いけるいける、まだ大丈夫。焦るな、焦る時間じゃない。4400、いや4400出すのきちいな。だって財宝狩り、いやワンチャン作ってくるね、ワンチャン作ってくるね、ワンチャンめっちゃ作ってくんじゃん。リアルスターオッケーで、スタンバイフェイズ、メインフェイズで、やっぱそうだ、これ、頭、あれだな、もうスネークアイ入ってないのかもしれないね、これ、現在法から、サーチする。炎族モンスターじゃないと、確かサーチいけないからさ、あれ、あのデッキ。だからそういうことなんじゃないか。なんかそんな気がするな。で、でもこれ、ディアベルスター出しに行って、いや、でもまだ、アーゼウスの他2回使えるから大丈夫じゃね。あ、増字か、なるほど。で、ディアベルスター特殊召喚、OK。で、ディアベルスター効果、いいですよ。反逆、反逆戻してるか、反逆か。あ、オッケーオッケー、これ流そう。あぶね、チェーンオンにしてよかった。流しましょう。反逆の財宝打たれたら処理されるんで、こうして流して、オッケーで、これで無に帰された。でアーゼウスまだ1回残ってる。いや、あと打点がいるな。バイパーとかでいいんじゃないか。バイパー1200だっけ。いや、エフェクトベーラー雑魚ラムも行くだろ、ラムも行くだろ。これはもうお前もアタッカーだ、いけ。もうエクシーズはできねえけどな。バトルフェイズ、よし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 、もうちょっとだ、頑張れ頑張れアーゼウス頑張れアーゼウス。メツでエンドオッケー。これ次引いたカードをアーゼウスで流して、3000ダイレクトで勝利ですね。いや、やっぱ6素材アーゼウスバケモンだな。あー黙れ黙れ黙れ、よっしゃ、ゲッゲッよし、あぶねー。あー、これゴキウララだ、ゴキウララ、ゴキウララ神戦神通。何この汎用デッキ、なんか理想ハンドではあるなこれ。なんかゴキウララあって、神戦と神通あって、12指示が1枚あるっていう、はい、理想ハンドではあるね。ちなみに、後手の場合は、開局とかよりも、スビケ十二支の方が偉いですね。開局はうらら踏んじゃうんですけど、スビケの十二支だったら、うららとかを踏まないで、普通に単純にポンポンって出してから、ポッ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 って重ねていくだけなんで。まあちょっとね、着地がね、弱いんですけど、十二支は。開局がないとね。はい。で、まあスネークアイのギミック。いやー、これ難しいね、これ。いやー、これちょっとマジで人掛けの、これちょっとまあ本当ガンマって言われたらもう目も当てらんないとかはあるか。いや、うららか、オッケー、なるほど、オッケー、まあそれはまあいいか。
結局ガンマ撃たれてもウララがある場合はちょっと強気に増殖ステージを撃っていくことにしてるんですけど、いつも、はい、まあ、ハッカーなって言われたらまあ関係ないんですけどね。でスネークアイポプルス、現在法、なるほどな、リンクリボー、はい、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。うららで止まってくれるかな、スニークアイで。これでさ、いやまあちょっと貫通されるパターンあるんで、ちょっとここはもう一回スルーしますわ。スネークアイエクセルの変身効果に当てます。レスキュー、いやレスキューエースかい、レスキューエース、レスキューエースだと話変わんないこれこれはうららじゃねえかな、さすがに。ちょっとタービランス持ってこられるとクソめんどくさいし、止まれ止まれ。財宝狩りやばい、これでなんか回答札が引かれる。エアホイスターとか引かれてもマジなんだよな、別に。多分タービュランスとか引かれるとちょっと、まあでもコストないか、今墓地にコストねえわ、相手の多分出てこないじゃん、タービュランススビッキしてても。あでもバリケードで捨ててトガ姫召喚、なんか召喚してトガ姫蘇生があるか。いやこれ結構やばいな、ちょ気づくな、そのルート頼む、気づかないでくれ。ハイドラント、何、いやでもこれは名称してたんじゃ、さすがに、さすがに名称してバリケード、やばいかこれ、やばい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 、食べますか、待ってくれ。あでもバリケード効果使ってない多分これ。あーえあラドンか、うわラドンはラドンでダリーな、なるほど。いやダリラドンはラドンでダリーぞ、ラドンはラドンでダリー。これどうなるんだろうこれ。でもタービュランスは多分ないよねこれ、さすがに。こっから俺、はい、あのドッキリタービュランスでエースが言われたら俺ちょっとさすがに切れちゃうけど。でデッキから幻獣機モンスター特殊召喚、あーとアウロラドンあーからのオライオン、あーオッケーね。アクセルシンクロンムーブかなこれ、あーオッケー。でジェットシンクロンか、これでもこのデッキね、なんかあれなんだよね、あの今まだエマージェンシーとか一切ないからさ、貫通力がなかなかないのと、タービュランスにアクセスする手段もないし、タービュランスへの無効妨害とかにも弱いんですよ。だからやっぱそのラドンするしか多分ないんだよね、こうやってなんか無効系妨害とか打たれた時に、あの盤面を作って要は妨害を残すことをしないといけないじゃないですか、勝つためには。だから多分ねこれラドンしないと多分無理なんだよね。あんな感じでさ、なんかあのレスキューエースに妨害バンバンって当てられてさ、無にキスじゃん盤面が。そう、あ多分こうライトニングアーティフだね、ライトニングマスターとアークデクエアラーっていう盤面になって、でこうなると多分12獅子で殴るだけで多分まくれると思うよし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 、これはこれはいけるやろ、これはいけるぞ。サラブレードか、サラブレードバイパー、んーサラブレード効果ワンドローって言うとアーデクって言われた瞬間に多分死ぬので、まあ、バイパー召喚しかないですかね。線だから守備があいつがだから、まあ多分バイパー召喚だな、まあ、ちなみにあの 12C は高校ワンキルできるようなテーマじゃあんまりないんで、はい、一応エクシーズモンスターでぶん殴ったっていう情報だけは付与しとくわバトルフェイズワイルドボーで、これどついて、もうちょっと帰れ、消えろ、邪魔だ。あでバイパーの効果で紹介されるよ。よし、これで儀式モンスターサーチ入らないぜ。多分入ってねえけど。いつ？あとは、なんか今チェーンなかった？何のチェーン？これ。何のチェーン？なんか墓地で発動する効果ある？なんもないよ。とりあえずアーゼウス重ねに行くけどよろしいか。さあタイグルス出てくる。ああ G か、なるほど。アーデク行ったから打てんかったんだな、あれな。なるほどね、理解したわ。いやまあじゃあドランシアストップじゃね。このデッキ相手のなんかあれ展開見てから止まれますからね。何、G 打たれてから止まれるデッキなんで、
で、ライトニングマスターとかいう激キモカードはちょっと一回破壊しまして、まあ、一応ねカウンタートラップなんでチェーンできないんですけどね、ライトニングマスターも。でセットセット、神戦神通さすがに強いだろ、神戦神通ドランシャン抜けれどうけど、さすがに相手の反動3枚ではこれめちゃくちゃ強いんだよね、神戦神通ドランシアは抜けない問題。ディアベルスター、なるほど、どっちから打つかだな、これ神戦か神通か、まあ神戦でいいか、召喚無効ですね、はい、召喚無効、神戦バーン。で相手に出てきたモンスターは、ドランシャでショルか、まあ、神通するかどっちか、黙ってください。これで何もなくなったんじゃね。はい、爆発させていく、バリ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 バゴーン。よし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 、強いぞ、よし、めちゃめちゃ強いぞ、よし。まあただこっちもねまだぶん殴ることはできないんで、あーなるほど、サラブレード召喚しに行く、蘇生させに行ってモンスター数増やしたら未来利用とかいけるか、ライか、いやでもラム絡んでないんだよな今回、ラム絡んでないから無理か、ライかで、ライかこうか、そして一回蘇生だけする、ちょっと待って、そうだよ、え、これってさ、まあこうするしかない、これ蘇生したモンスターはちなみにエキシス予約の相談にできないんだけど、あー、いやこれフルアーマードするわ、これ多分アーマーエクシーズして、なんかあのナイトランサーは足が強いんじゃない、ナイトランサーはちなみに相手の、モンスターパクる効果普通に発動できますんでめっちゃ強いですから、攻撃表示変えまして、でバトルフェーズ入りましょう、はい、ういういうえ、 OKで、メズでカード1枚セットして、ワンキル取れたんかな、なんかワンキル取れる可能性もあるけど、まあ、アーゼスするよりこれ多分あれだな、ランサーとドランシア置いといた方が強いと思うな、これ多分これでいいや、はい、これがやっぱあれですよね、なんかビュニシーのバカみたいな雑魚打点をさ、こうやっぱアーマードエクシーズでこう簡単に上げれるっていうのもいいよね、このデッキ非常に、はい、で相手のうわーだるい、インパルスだるいな、フィールドのモンスターの効果がそうした時手札フィールドのこのカードリリースしてデッキから機械族リスキュエースを特殊化、うわだるい、これだるいな、いや一回普通にちょっとあのインパルスはいいですよ、はい、あーフィールドで発動する効果発動できない、ドランシアタラでやられるのか嫌だな、インパルスのを、対象にとって破壊します、変身されます、変身されたやつパックル、あこれ大丈夫だ、打点抜かれるのだからこうするでしょ、で相手のインパルス爆破しますよという効果で、インパルス効果起動する、自分リリースしてデッキから、レスキューエース出してきます、でこれ出てきたレスキューエースは多分そんなに強くないから多分大丈夫なんだよね、うん、ではいあ効果発動できないな、そっちね、まあ関係ないね、でアーマーエクシーズフルアーマードエクシーズ発動、エクシーズ召喚現れろ、フルアーマードダークナイトランサー、ダークナイトランサーに自分の墓地のフルアーマードエクシーズを発動、フルアーマードエクシーズによって自分の墓地のエクシーズモンスターをダークライトランサーに装備、
うわーこれ装備するモンスター弱装備するモンスター弱そして装備カードが装備されたダグアダーさんの効果、相手のモンスターを吸収。さあ考えております。ふぅー、よし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 よ。普通に2妨害暇されたわ。ちょっとあれだ、インパルスの妨害の仕方下手くそってほしいんだよ。うーん、悪くなさそうなハンドではあるか。いやちょっとラビリンスとかだと嬉しいな。金でぶっこもんでみたいな。あ、グラバースニッチ、はい、グラバースニッチ、ラビキャント。あー、なるほど。レベル3のモンスターが2体、レベル3のモンスター2体で出てくるとね、ああメッシング X 製はインボーカー強いね。やっぱこのあれだよね、コーギビックもスピードレードベーコマックスが一番最強なんだけど、やっぱこれも強いよね普通に。ああなんかクソデッキの匂いするな。クソアルティメットクソデッキの匂いがするぞ。アポルーサ、なるほど。ああなるほどね、これはねクソデッキだね。これはクソデッキの匂いがプンプンするね。魔導雑貨商人出してる段階でもう終わってる可能性あるねこれね、結構ね。さあこれ始まるぞ、圧倒的墓地壊しってやつが。やべえ、リバースやめとけ、やばい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 。カタパルトタートとかいうカス入ってるやんけ、俺死ぬやん。うわマジでやばいこと起きてるわ。普通に暗黒界の当局持ってきて、これ何するんだろう一体全体。ミスケープバーバー出しすぎだろ。あ出てきた、なんかわかんねえ、ここ超関係使っとらんのかい、ここまでやばすぎ暗黒界の当局来た、やばい。ちょっと待って、これあれか、わ分かったわ、なんだっけ、暗黒界の最強モンスターだこれ。新しいカラレス、カラレスやこれ、やばい。あいつ集合召喚条件なんだっけな、レインプラス悪魔族モンスターなんか2体以上みたいな感じだった気がする。ちなみに確か素材の数かける千打点アップみたいな激ヤマ効果持ってるんですよね確か。これバケモンが爆誕するかもしれません。はい、あやばい、これバケモン爆誕するかもしれない、やばっだっていくつだよ、38000は草、38000は草。あこれ打点倍すんの、ええ76000。やばすぎる。